あ、ラバービースト出やがった。こいつはどうやって倒せばいいんだ。ダメージを受けたくないんだけど、チャームとか絶対効かないしな。まあ攻撃か。ブラスト聞いてちょうだい。エルフは攻撃呪文いっか。エナジーブラスト呪文ブレス戦闘開始。おっとっと、ダメージは受けたくない。これでよし、ドラゴンは隠れました。アポロはアポロも隠れて順調です。エナジーブラストは効いた。意外と弱い。エルフのエナジーブラストも16のダメージか。最大で多分7、6、4、12だ。え、そんなにいかないよね。いくのか。1から7のダメージだったと思ったから、パワーレベル6で打てば7、6、40の42ポイントのダメージを与えられるはずなんだけどね。よし、頭を普通に攻撃して倒せばなんとかいけるんじゃないかなと思うけど。呪文団体攻撃呪文ないんだ。隠れとくか。もう攻撃だけでいけそうな気がする。あれは影に隠れた。ドラゴンスパークラーで冬についた。ネギダメージ26。おっと、貫通しなかった。アポロはステーブルミサイル後ろから攻撃。触診ダメージ16。2回攻撃。おっと、いけ、倒しました。だいぶ頼りになってきますね、アポロが。ゴム糸見つけました。さっき誰かゴム糸持ってたな、誰だっけ？ドワーフかな？あれ？違う。ゴム糸は誰？ドラゴン？あった。重量がやばいんだよね。組み合わせてみましょう。ゴム紐になりましたね。とりあえずバッグ入れとくか。よし、ここへ来たわけね。とりあえず進みます。この辺はあれだから、こっち行ってみようかな。あれ、上上がっちゃうの？ん？どこだ、ここ。ちょっと先へ戻って、ここはあれだな、なんとなく上がってきた。ってことは、うん、もう一回ここへ戻って、こっち下降りると、スミッティがいるので、今こっちから来たんだっけ？じゃあここ下に降りて、こっちは、うん、こっちへ行かずに行ってもいいけど、こっち行ってみようかな。ちゃんと頭の中で覚えといてよ。あれ？ここ一回行ったんだっけ？なんだっけな、どうだったっけ。
てないか、集めて。ま、マインナードワーフ、よし、弱い雑魚だったわ。使用、あ、そうだ、スパークラーいっぱいある。これどんどん使っていかなきゃいけないんだよね。と言いつつアミュレット危ないと、もうそろそろ使っても大丈夫な気がする。そして、一問ヘイストを唱えて、一問ブラインディングフラッシュ、マジックポイント20しかないかな。2345、どうしよう、隠れる。一問、違う、一つ戻ってフェアリーの呪文、ミサイルシールド一応打っておきます。そして呪文、まあブレイズでもとか、ブレイズをこれぐらいで打って、僕はブレスを唱えておくと。戦闘開始。ドラコンはアミュレットブナイトの力を解放した。もう失敗しないでしょこの人。アポロブレンディングフラッシュを唱えた。アポロも早いとこレンジャーに転職しないとマジックポイントがね増えないのよね全然。レベル10ぐらいまで行ってまだ転職できないようなら一回戦士とかに転職するのも手だよね。あまり転職は繰り返したくないんだけどね。ただこのメンバーで一人も戦士系がいないというのはきついので、誰か戦士になってもいいんじゃないかなと思うね。あとは適当に戦って勝てると思うので攻撃していきましょう。隠れずに攻撃です。フェアリーだけはちょっとたまには楽器を使わないとね。そして攻撃、フェアリーはハーモニウムを演奏した。これで音楽鳴ったら結構楽しいんだけどね。ガスター強い、ドワーフ強いです。ドワーフもね両手で攻撃できるようになってくると、しかも複数回攻撃するようになると僧侶だけど結構強い戦力になるんだけどね。素早さとか器用さが低いのでなかなか戦力になりません。ドラゴン強い。スパークラーは叩くのモードを使った方が強いよね。攻撃叩くも前の方から倒していきましょう。ハーモニーも使おう。攻撃つく、攻撃つく、
潰しめちゃめちゃ強いんだけど今使えるメンバーいないというね。アポロだけが頼りなんだけど、頼りのアポロがマジックポイント増えない状態、シーフなのでマジックポイント増えません。目潰しめちゃめちゃ重要だよ。特にこの採掘場では非常に使える呪文なんだけれど、持ち物で道具としての目つぶしを持って持ち歩くのはそんなに余裕がないのでね、それもまたきついんだよね。やっぱり呪文を中心にやっていかないと。もうこの際ドラコとかのレンジャーに転職してくれたらいいんだけど、まあそれはルール上今回はしないのでやめとくけどね。スパークラー使っちゃえ。フェアリーは隠れた、失敗した。ヘルフはクォータースタッフでついた足、あ、貫通しない。アポロはステージで叩いた。足のダメージ10、お、10のダメージ。スパークラン力を解放したけど、お、1のダメージで倒した。弱ってたんだね。そろそろね、通信が切れてくるので早いとこ型をつけないとまずいです。あとどれぐらい残ってる。1体ずつか。もう一回しよう。スパークラー攻撃、隠れる隠れる、攻撃つく攻撃つく。あれ、フェアリー隠れてよ。倒した。ドワーフの攻撃でいけるかどうか。強い、倒しました。モンスターを撃退。まだ誰もレベルアップしないだろうな。お、焼きとうもろこしもらった、嬉しいね。焼きとうもろこしほど嬉しいものはないよ。早速使う。もう一個使っちゃえ。よし。それで、ね、今なんか部屋の中入ってきたんでね、宝箱がある。そういえばちょっと待てよ、ドラゴンがバッグの中、キーオブマイナー使い切ったんだね、なんか。ということはもう絶合種の扉ないんじゃないかな。開けてみましょう。